今日は社長を倒して昇進しよう。ジャブ、シュッシュッ、その調子、フック、シュッからの、ジャオ演説富澤派。それ何も出ないんで、マジやめた方がいいっす。出ないかな。いつか何か出る気がするんだけど、やるならチャンネル登録よろしくね、とか叫んだ方がよっぽど有益っす。必殺技は有益とか関係なく、ロマン重視なんだけどね。バカ言ってんな。ノラ君、応援に来てくれたんだね。社長なんだけどな。そんな。敗者インタビューで何言うか考えとけよ。にゃーひゃひゃひゃ。負けてたまるもんか。大丈夫っす。うちがついてるっす。高評価1000いったら、僕もブレイキングダウンに出ようかな。続いての試合、なんと会社の社長と社員が対戦するという異色の対戦となっています。猫倉さんよろしくお願いします。お願いします。オーディション時にある約束が交わされました。社員の富澤選手が社長に勝てば昇進、負ければ退職と、まさに人生をかけた戦いになる模様です。その点いかがですか？いいから働いて出世しろよって思いますけどね。オーディションの感じでは富澤選手はよっぽど社長に恨みがあって、その恨みを返したい気持ちが強いのかなとも思いました。対戦はどうなると考えますか？二人ともド素人みたいだし、泥試合にしかならないと思うよ。有能なセコンドがついてれば話は変わるかもだけど。ありがとうございます。富澤選手は昇進できるのか、それとも退職か、間もなく試合が始まります。現状に満足していたらダメだと思うんだよね。常に上を目指さないと、人生って階段だと思うんだ。だったら、降りるより登った方が景色いいでしょ。社長になるまで楽な道じゃなかったよ。敵が多かったしね。でも支えがあって社長になれた。私を支えてくれた人たちのために、私は頑張れるんだよね。もちろん試合には勝つよ。対戦が決まってから、毎日腕立て20回して、腹筋も20回、しっかり準備してきたんだ。勝つ用意を整ってる。そうだね。今日までお酒を控えて、代わりに野菜ジュースを飲んできた。あといつもよりゴルフの素振りの回数を多くこなしてきたかな。便通もいいし、勝利しか見えないかな。どんだけ偉いったって、素人でしょ。リングの上では役職なんて関係ないし、最後に立ってた方が偉いわけ。年齢差もあるし、経験差もあるし、私にとって踏み台でしかないよ。え？経験？小学校の頃、ちびっこ相撲大会で準優勝したけど。富澤くんに負けるわけないでしょ。だって向こう素人だし、勝負にすらならないよ。一瞬で試合終わっちゃうかもだけど、なんかごめんね。私も素人？何言ってんの？だって子供の頃に住んでた家の隣が空手道場だったんだ。たくさん練習を見てきたんだ。素人とは呼ばせない。シュッシュッ。社長、頑張って。まっすぐ行って右ストレートでぶっ飛ばす。まっすぐ行って右ストレートでぶっ飛ばす。た、た、富澤っち、練習通りに。うん、わかってる。ジャオ演説富澤派。出すなら今しかない。一撃で試合を終わらせてやる。まっすぐ行って右ストレートでぶっ飛ばす。ジャオエンガストミッパー。ギェー。噛んだった。なんで開始早々、お互いに勝手に血まみれになってるの？シャ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 、どんな茶番だよ。やるね、富澤くん。社長こそ、でも戦いはこれからだ。思う存分殴り合おう。えい、えい、えい。これでどうだ、これでどうだ。ダメっす。二人とも人を殴り慣れてないし、なんだかんだで人がいいから、思いっきりいけてない。もっと全力でやるよね。シャ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 。はぁ、はぁ、はぁ。はぁ、はぁ、はぁ。えい、えい、えい。いや、いや、いや。このままじゃ試合が終わらないっす。なんか手を打たないと。でも富澤っちができることって。そうだ、富澤っち。人を殴ったら謝らないと。ジャンピング土下座っす。そうだよね。ぐえぇ。申し訳ございません。あぁ、膝が、膝が。うぅ、頭がクラクラする。やった、勝った。このままじゃ富澤が昇進しちゃう。社長、社長の番ですよ。早くスイングして。うもう私の番なの。ほうれん草。いやあれ、ねえキャリーさん、弾はどこ飛んでいった？ここはどこ、私は誰？ファー、超やばい。二人ともわけわかんなくなってる。引き分けにはさせないぞ。絶対に富澤の昇進は食い止めてみせる。絶対に富澤家を昇進させる。こうなったら、えい、うちが操作するしかない。百裂客ヨガファイヤー。まさか同じことを考えるとはな。でもゲーセンで鳴らした僕に勝てると思うな。甘いっす。プリクラの順番待つ間にたくさん遊んでたら、いつの間にか100連勝したことあるうちに勝てるわけないっすよ。ヨガファイヤー。飛行剣。ヨガファイヤー。飛行剣。ヨガファイヤー。かわされた。これで終わりっす。スピニングバードキック。あばばばば。うぅ、くっそー。あれ、私は一体何を。勝ったの？勝ったー、おめでとうっす。なんか記憶ないけど勝ったよ。昇進だー。僕はアケコンじゃなくて普通のコントローラーの方がうまいんだよ。もう一回やらせろ。おい、やらせろよ。ふふふん、ご機嫌っすね。引っ越しっすか？うん、明日から執行役員だからね。あ、どうも、執行役員の富澤です。あ、どうも。早く消えろよ、目障りなんだよ。なんで半泣きでご機嫌斜めなの？勝手に自分を操作するなって。やるならベガにしろって社長に怒られたみたいっすよ。そうね、私と社長の戦いっていうか、君とノラ君のチュンリーとダルシムだったみたいだもんね。ほんと感謝しかないよ。勝ってくれてありがとう。大したことしてないっすよ。富澤っちの実力で勝ち取った昇進っす。おめでとうございます。ありがとう。あとノラパイセン、さあ戦した。つい一番得意なキャラ使っちゃって。僕だって得意なブランカ使えばよかったよ。そんでコントローラーだったら絶対に勝ったんだからな。そうっすよね。あ、引っ越し手伝いますよ。いいの？ありがとう。くっそー、今度こそ僕に絶対服従な部下を見つけて富澤なんか追い越してやる。その前にゲーセン行って練習しよう。ノラ君が部下を作ろうと必死みたいね。なんか大変なことになりそうだわ。次回、ノラ部下を手に入れる？気になる人は左の動画をクリックしてね。